東西南北北北っしょん。はい、ということで今日ですねこちらエリジェをね使ってね生マルチしていくんですけど、現在ねはいこちら今33位と、はい、序盤域なのかまあ今もうちょい展開出そうなところなんですけど、はい、今7940ですねトップが。まあなんでもうちょい展開出るかなみたいなところなんですけど、まあ今ね33位まあ多分ねまあ動画で多分3回ぐらい潜るんで、まあ20が、まあ、最低でもまあ多分20ぐらいかな、まあアベレージ20ぐらいで3回勝って60やったとしても、まあまあまあ20位以内には入れるかなってところで、まあまあちょっと序盤行きですね。まあ今結構ねエレジャーがマジで強いですね。うん、結構ねあのホグ使ってたんですよ、このねこのホグデッキ使ってたんですけど、こっちかこのねイアンが作ったホグデッキ使ってたんですけど、いやな勝てないんですよなかなか。うん、まあその相性いいやつもまああるんですけど、結構ねあのきついデッキが多いんですよね。うん、割かしね。だからねちょっとエレジャーにしたら強いんじゃねと思ったら、エレジャーバカほど強かった、マジで。エレジャーがイージーすぎてやばいマジでということで今日はナーマルチやっていきたいと思います。さあ来ましたアリアン、うん、なんだろうわからないちょっと珍しい。俺大体まあマルチの人は覚えてるんですけど、ちょっとわかんないです。アリアンめっちゃ笑ってる。彼多分ねあの俺ホグやと思ってるんちゃいますもん、知らんけどな。ボンバイかこれジャイスキャラっすねおそらく。あー違いました、これエレジャイかもしんないですね、もしかすると。なんだろうね、多分もうこの並び見たらエレジャイなんちゃうみたいな思ってまうけども、どうなんですかね、ちゃうんかな。うわはえぐい、それマジでえぐい。でこれ絶対あれ入っちゃうから、そうそうそう、でここ良きタイミングでこうタゲ変えないとね、あのインドラが暴れちゃうんで、そうそうそう、なんでここタゲて変えてあげて、ボンバーはい、なるほど、なんだろう、これディガー系なんかな、なんかディガー掘りみたいな。いや待って、ロイホグか、おーなるほど、それはだるいよめっちゃ。待ってホグか、メガナイトホグか、なるほどね、分かった。いやーここちょっとね、まあ、トルネ切っちゃったらしょうがないです。コウモリがそうね、インドラがマジきついんだよな、そのベビーに対してインドラがマジ強いんだよな。いやー引かれちゃうか、まあここを許容しますか、ここ許容してキツイレジャー行きましょう。なんでまあちょっと多分エリアラ取れてると思うんですけどね、多分ちょっとだけ取れてますね。なんでこうケツ行ってあげて、多分ボンバー分エリクサー多分取れてますね。あそうですね、相手動いてこないんで取れてます。あそうですね、取れてますね。なんでまあここはまあベビードやってまうと、そのインドラがね、まあ、暴れちゃうんで、まずはこいつからですね。うわ誰、それは誰、それはもうつけちゃいます、はい、もうつけちゃいます、これはもう、まあカトゥーンでカトゥーンが強いね、マジでカトゥーンがマジでねやばいんですよね。エレジャーに対してカトゥーンがマジで強すぎるね。カトゥーンディシしてあげて、よいしょ。んでトルネ切ってないから、そうだね、ここ相手多分ね、まああのおそらくそうですね、で多分遅れてコウモイとかやってくるんちゃう、はい、コウヘンのね、うんコウヘンのね、オッケー、いい釣りだ。さあいいインドラ釣りを見していく北シャン選手。さあこれに対して相手はザップがあるから、そうだねここちょっと気をつけたいですね、ザップあるんで。で多分消えるんで、このままつってあげて、オッケーオッケー、いいですね、めちゃくちゃ。で多分相手これね、あのダッシュ誘ってるんですよ、ダッシュ誘ってるんで、ここはダッシュせずに、そうですね、なんでここはい一旦落ち着きタイムですね、一旦落ち着きタイム挟んであげて、それは誰、それはさすがに打たせていただきます、それはさすがに打たせていただきます。さすがにねこれ打たないとね、まあ、マジで暴れちゃうんで、オッケー、はい、ノーダメ。で、まあ、これ、多分、相手一回形作ったら終わりなんで、まあ、ここ一旦、ケツエレジ行きますか。なるほどね。あ、ここ、ケツでいいっすね。ケツ。このボンバー無視して、ケツっすね。で、今、ニワド取れてるんで、そうですね、ニワド取れてるんで、まあ、ここを、ちょっと形作っていきたいですね。で、ベビドラからっすね、これ、ベビドラから行って、で、まあ、ゴルナイとあれ行こうか。なんか、相手、スペル入ってるから、ファイボとか入ってたやけどな、なんか、ちょっとわかんないんですよね、そこがちょっとわかんないところなんですけど。あ、フリーズ。うわ、まずい。それ待って、フリーザーマジでやった。フリーザーマジで。突進。頑張れ。怪しいぞ、これ。さ、怪しいが、多分、なんとかなってくれる。多分、なんとかなってくれますね、これ。うん、インドラが、ちょっと、インドラが滝行ってくれないと、ちょっとまずいが。うん、ここをさ、ワンチャン、いや、これは、吸います。いや、給油していこうかなと思ったけど、コウモリ来たから、吸います、これは。で、これ、ダッシュですね。で、相手多分ね、クリーンさせてくるんだ。これ、ワンチャン入る。ディシッ、入らんか。で、ここ、相手、エリクサーないんで、あ、そうですね、そう。ないんで、ここ突っ込んでいきましょう。ここ突っ込んであげて、こう、ベビードラがいる間って、そう、相手出せないんですよね。
イン柄だから、まあ、ここで猫から作ってあげて、さあこれ多分 GG じゃない、あえてメガナイト落とすしかない、なんでここゴールナイト追加してあげて、でこれダッシュ入れたいですね、ダッシュ入れて、さあ金魚としてはちょっといいっすね、これダッシュででんでんで、はいーっていう感じでね、このねゴールナイがマジで強いんですよ本当に。エレジャイプラスゴルダイの形が結構強くて、まあこうねエレジャイにやってきて、こうエレジャイってこう突進前進していくやん、だからまあそれに対してこうユニットがね押されていくんですよタワー側に、でゴルダイのダッシュでめっちゃ入るみたいなこと結構あったりして、まあ結構マジでね今エレジャイが強いですね本当に。まあ今のはちょっと位置関係的に入らなかったんで、トルネで下げたっていう感じですね。さあ来たよ、おいい感じにトロが、まあまあ高くはないけど低くはない、オッケー。スターライトこの方ね、あのスケラかあのエレジャイっすね、どっちか遅延系をめっちゃ使う方なんですよ、俺選んで、まあちょっと様子見たいですね、遅延スケラだったら誰いけどな、普通に誰うわ遅延スケラやなこれ、絶対遅延スケラだって、アイスイーツとロリババはもう遅延スケラぐらいしかなくねっていう、まあ街でそうだね、でまあここケツしますか、ケツエレジどうか、ケツエレジってであれは多分いい感じにこうゴルナイ頑張ってくれるから、そうですね、なんならこれさダッシュでいかんか、いや無駄な1コス使ってもだ、まあ行ってほしかったな、あわよくばみたいなねちょっと思ったんですけどね、行かなかったですね。でまあここはで多分相手もトルネ切ってくるんかな、これおそらく相手もトルネ切ってきますね、そうですね、でこれ処理してくれたら結構熱い、もう一発オッケー素晴らしい、じゃあカウンター来ないんでオッケーですねいやこれで、まああのベビドラがちょっと残ってたらこうチンジラチンジラチン来るだけでちょっとめんどくさいんですけど、まあまあこうねやってくるだけでこうねあのカウンター来ないんで、まあいい攻めでしたね今のは。なんでまあここ待ちで、まあこっち側かな、こっち側に立ってあげて、まあ来たとしても逆サイかな、そうですね逆サイ来るんですね珍しい、まあここは普通に守ってから来るんかなと思ってたんですけど来ないですね。さあさあさあここはダッシュでドン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 みたいなね、頑張ってもろて、さあ頑張ってもろて、うん結構入ったな、で多分相手左右に絶対緊急度したいんですおそらく、なんでここをさせない立ち回り、ここ相手が切ってきても美味しいようにこうねつけてあげて、はい、で多分相手これねそう切ってくるんで、このタルババ鬱陶しいんじゃないみたいなね、あーでもこれ2枚とも相手今あれ切ったんですよ、なんでここ絶対にねあのスケラ打っても逆サイなんです、そうっすね、なんでここはボンバーだけで共有してあげて、よいしょ、ちょボンバーサボりすぎじゃねお前マジで、さすがにボンバーちょサボりすぎじゃねお前マジで、ボンバーサボりすぎじゃないちょっとお前マジで、でそうだね来るからここ打ってあげて、でゴルナイのダッシュ入れたいねこれ、ダッシュ入れてでアイスイズまで飛んだ、でかい、あーでかい、あーでかい、うわマジででかい、お前やべえなマジで、あ強えわほんまにゴルナイ強えマジで、あ強い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 、もう好きお前マジで、もうダメアド一気に逆転したわラッキーって言って、でまあここも行きますか、相手今ナイト切ったから、ナイトも微妙切ったから、ここ多分スケラ打っても単体なんで、あんまやんねえお前、オッケー、うん、でそうだね、えこう来るのマジで、えそれ美味しくね、結構美味しい、困ったこれワンチャンある、これマジでそこのスケラちょっとワンチャンあるでマジで、で多分相手ねそう抑えたいはずなんで、ここをこうやってあげて、はい、でトルネかな、多分相手トルネ打つんちゃう、多分そうですね、多分打ってくるんで、はいはいはい、まあここをもう一回キツいくか、もう一回キツいってあげて、はいはいはい、で相手ワンチャン攻めるのはこうかな、ここもう一回攻めてくるかもワンチャン、こうへん来てほしかったな、来たら結構あちあちのあちあちに来やったんですけど、まあ来ないっすよねっていう、でまあここははいでんでんでんやって3点打ち、はい、はい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 、で多分トルネ来るんでここね、そうですねおそらくトルネ来ちゃうんで、よいしょまとめて、相手もまとめてくるんちゃうかな、そうだねまとめてきて、いやーでも入らんねー、マジで入らへんな、もう一回だな、まあここはもう待つしかない、ちょっとマジで入らへんな、ゴルナ一回暴れてくれな、勝ち筋なさそうだな、うん、でも結構エリアドは取れてるんだよね、エリアド取れてるから、そうね、ここをこうライト以外で守るっていう選択肢素晴らしい、さあこれめっちゃいいんじゃない、めっちゃいいんじゃないこれ、そうそうそう、あーゴルネどっか行っちゃった、マジでゴルネどっか行っちゃったんだけど、よいしょ
はいはいはい、これ2周目で、この2周目ってきついんじゃない結構。はい、ジーンジーンで打って、はいはいはい、でロリババでこう処理することによってなんとかなってくれない。ゴルナイが走れ、頼む、頑張れ。ダメだ、走んねえ、お前は走るんだ、走れメロス、頑張れ頑張れメロス、よいしょ、はい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 、ここはエレジャイが入ったら熱い、入ったら熱いけども、入ってくれ頼む、ちょっとでも入ったら熱い、待って、ワンチャン、ワンチャンある、これワンチャン、マジでジン、頑張れ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 、レッツゴー、わあ危ねえ、マジで危ねえ、危ねえ、よし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 、いや DK 遅延スキラーで結構きついんですよね。マザネクやったらこうマザネクでスキラーブワーなるけど、こうマザネクじゃないとね、やっぱスキラーがちょっときついってのとあるんですけどね。今あのゴルナイがマジで最初のあのゴルナイぶっ壊れた時が、いやマジで熱かった。順位入りされてるじゃない。オッケー、来た。19位ですね。やったー。ってことは、もう一戦行って勝てば、うん、全然上がらない言うて。もう一戦行ったらもうちょい上がるかなと思ったけど、全然上がらない。なんなら2位ぐらいしか上がらんっていうね。まあまあまあ、でも3戦、まあ行きます。あと1戦だけ行きます。行きます。さあ来た。え、待って、クリさんよ。え、めっちゃトロ高い。めっちゃトロ高いし。え、待って、これ勝ったらマジでワンチャンボコれる。グッドラックとね。いや、これ勝ったらマジで、いや、ワンチャン結構上がれるかも。いや、結構高くね。え、まあ、高いっち、まあ、でも同じぐらいか。まあまあ、でも、あんまこうね、このトロ帯で同じぐらいの人と当たることなかなかないからね。マルタと、はい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 、多分ねホグやと思うんですけどね、クリスさん結構ホグで有名なんでね、まあ、ホグとか、まあ、ドリルとか、まあ、高回転系ですね。うん、なんでまあちょっとここないの、うわーやべえマジで、マジでやべえ、ここホグ来たらマジで詰む、え、マジ詰む、やべえマジでガチでやべえ、え、動いてこない、動いてきた、待って、それだるすぎ、それはだるすぎ、でここら辺にやっとかないとこうね消えた時にあいつがねこうなんかどっか行っちゃうんですよね。でんまあ一発はね男の強やな、これ多分そうですね、デリバリーでワンコンスライドで、起動したいね、これ起動したら結構ね、まあ結構勝てますね、エレジ相手多分クエコロヨフなんで、まあこう形作ってしまえばね結構きついんで、まああのあれですね、要するにキング起動したいですね、はい、キング起動させてください、僕にキング起動したら勝てます、キング起動させてください、うん、でもさせてこないんですよ、こう上手いからね、うん、上手いプレイヤー結構キング起動とかさせてくれるなかなかね、多分ここら辺にスケが多分来るんでね、おそらく、あーうまい、いやうまい、でもこれワンチャン、うん、まあ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 といったところで、どうしようかな、さあ来るか、さすがに来るか、わ待ってかぶったん痛いなマジで、ひょっ、起動しよう、さすがに起動指令してくれないと困るよマジで、いやワート言い出しちゃった。やべ、行ってマジでめっちゃ食らってもうた、こう序盤に結構ね食らっちゃうとねマジ厳しいんすよね、本当に厳しいんでね、そこなんですよねマジで、これゴールナイトって、おっと、おお、うまい、うわうまいね、めっちゃやっぱうまいんだよなクリさん、マジでうまい、でまあここはいい感じに消えてもろて、で多分相手ワンチャンここ攻めてくるかな、でゴブ折り構えて、攻めてこないの、うまいなマジで、うわマジできついよこれ、やばいマジで、序盤に食らいすぎた、まあ全てはねあれがなかったんが悪いんですけどマジで、でここはシュパーンで、こうね、アチャ君に対して、こう、エリジャイが結構ね、やってくるから、マジで。まあまあやってくるんですよ、エリジャイが、マジで。で、ここ多分ね、ゴボウリギリ置くかな、みたいな、そうですね、置いてくるんで、まあ、ここも一回受けからかな、一回受けてっていう感じですね。で、端前行きたいな、これ。で、相手多分ね、うまいんが、そうそうそうやってくるんですよね。なんで、ここを、トゥッって言って、はいはいはい。で、これでね、多分、相手結構きついんですよね、ここ。うん、きついんですよね。なんで、ここ多分ギリギリ多分そう置いてくるんで、よいしょ。でんでんで、はい、突破。で、ゴールデンナイスね。ゴールデンナイスやってあげて。多分やばい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 。マジでやばい。いや、マジでやばい。マジでやばい。マジでやばい。いや、ガチ怪しい、これ。マジで怪しい。マジで怪しい。ちょ、待って。やばい。マジでやばい。ゴールデンガイ、ゴールデン、なった、なった。あか、もう終わった。これ。これ、マジで終わった。これは、ちょっと積んだ。いやー、ちょっとね、まあ、うん。じゃあ、あんまよろしくなかった。まあ、すべてはね。ちょっと初手が悪かった。まあ、しょうがない。いや、待って、これはもう無理っすね。いや、こうなったらね、マジロイホグ無理なんですよね、ガチで。
いやもう止まんねえよ。もうごぼうり3周ぐらい回ってくるからマジで。こんなんしてもね、ごぼうり100回ぐらい回ってくるぞ。100万回君に送ろう言うて、マジでマジでね、取んないですよね本当に。こうだったらねやばいんすよね。ほんとこのね、ゴールナイちゃんが頑張ってくれて、いや頑張って、お前もちもち頑張れ今。うわあギャー出るわゴールナイも。わあマジか、これ勝って言えばマジでもらえたのにな。結構マジで持ってけたこれ。いやーくそー。いややっぱね、こう起動したタイミングであんだけ削られるとやっぱ勝てないんですよね。ダメアドがなかったらマジで勝てる。ロイホグはダメアドがね取られると結構ね厳しいかなっていう感じですね。うわー負けちゃった、最悪マジで。だから33もらえてたからね。うわーくそ悔しい。そうこんな感じでロイホグ勝てるんですよね。ロイホグマジで割と当たったんですけど勝てるんですよ、マジで。マジロイホグ勝てるんですけど、ちょっと初手のあれが悪かったですね、うん、あとクリさんがうまい、うん。まあ、ということで今日はねここら辺にしときたいと思います。まあエレジャーマジで強いな、うん、ということでこの動画が良かったらチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。ということでまた次の動画で会いましょう。バイバーイ。